越智晴男選手の入場です。赤コーナーより本田良介選手の入場です。ディープフライ級グランプリの1回戦第2試合です。本田良介 VS 越智晴男。第8試合、総根建設プレゼンツディープフライ級グランプリ1回戦、5分3ラウンドを行います。青コーナー、初代ディープストロー級王者、パラエストラ愛媛、越智晴男。さあ、まずコールされました、初代ディープストロー級王者の越智晴男です。赤コーナー、キー本田良介。そしてこちらはシュート、2017年フライ級新人王の本田良介。福田正人、この試合はグラウンド状態での東部のキック。さあ、元チームメイト同士、警部でトレーニングを一緒に積んできた者同士の対戦ということになりました。このバックボーンも神田選手興味深いですね。そうですね、この試合は結構スクランブルの展開になるんじゃないかなって自分は予想しています。そうですか。元チームメイト同士の対戦ということになりました。いきなりシングルレッグタックルに行ったの本田、そして引っ込む形になったスクランブル、まさに神田選手予想通りの展開です。はい、ケージ際のスクランブルは多い展開になると思います。そして今はケージに押し付ける格好、落ち、そしてグレーのトランクスコスチュームを身につけているのが本田です。
オチから離れました。こちらがオチ、そしてこちらが本田、元チームメイト同士、ベテランファイターのオチ、そして年齢は31歳ですがプロキャリアはまだ実践という本田亮介です。サウスポーで構えています。本田選手左ミドルがいいですね。あ、本田の左ミドル思いっきり打ってます。お互いにかなりポジションを動かしながら、いや早い動きから緊張感があります。左オチの左が飛んでいきました。本田選手はタックルもたくさん入る選手なんですけど、はい、左のストレートもすごい伸びる打ち方ができるので、そこら辺も混ぜてくると思いますね。今はタックルに行きましたが失敗です。素早く離れました。そしてこの左のストレート、身長は本田が165センチ、オチが160センチです。体格の上ではやや本田が分があるということになりますが、左足を捉えてシングルレッグ持ち上げる格好、なんとか片足でケージ際まで持ってきました。ここから本田選手はもう一個の足を取りに行くと思います。膝ついて、はい、もう一個の足首を取りに行く展開になると思います。今セコンドからもダブルを行けというようなそんな指示が飛んでいきました。腰を落として防御の体勢は落ち、ここテイクダウン取れるか、どっちがテイクダウン取って上になれるかが勝負の要になりそうです。はい、今は右を差しているのは本田、少しずつ膝蹴りも加えていきます。ケージ際のレスリング、離れた。そしてもう一度仕切り直しというところか。残りは2分半、およそ半分が過ぎた第1ラウンド。飛び膝、オチが背中から落ちましたが素早くそこを捉えに行った本田です。あ、流血があります。今本田の打撃が当たったということですか。そうです、離れ際の膝ですかね。激しい流血はオチ右のまぶた眉尻のあたりです。今度はバックを取りに行く本田、そして首の方に腕が回っていきますが今度は正対しました。そして少し体が横側になってサイドポジション、あるいはハーフガードの体勢か。ハーフガード、本田選手は今いい状態に持っていっていますね。自分の得意な展開の形に今入っています。あ、得意な展開ですか。はい、本田選手としてはテイクダウンして抑えて、はい、殴ってっていうのをやりたいと思うので、もう一度スタンドの状態になったところで少し傷の状態を見ます。オチ、ただオチ選手もテイクダウンされてからのリカバリーが早いので、はい、背中をつけている時間が少ないので、はい、本田選手ももう一回何回もタックルに入り直さないと自分の時間がないっていう感じですね。あ、スタンドだとおそらくオチ選手の方が有利だからどんどん組みに行ってるっていう風に自分は捉えてますね。はい、かなり積極的にシングルレッグのタックルに行っていたのは本田です。試合が再開されます。左のハイキック、ただプレッシャーをかけ続けていこうという前進を続けていくオチ、その周りを回っていく本田です。右のジャブを見せてからまたしても左足を捉えて、ただテイクダウンまではまずは持っていけませんでした。また同じ体勢になりました。ただオチとしてはやはりテイクダウンされてはいけないところですよね。はい、テイクダウンされてしまうと本田選手の時間が長くなってしまうので、はい、自分が一本を取らせないようにしのぐ一本になってしまいますね。今は少し受け身になっているでしょうか。オチ今ケージ側押さえつけられています。そうですね、やはり流血もあって本田選手どんどん乗ってきてますね、動きが。そうですね、そして離れたところオチが素早く前に出た。残り時間は30秒、残り時間で印象を良くしていきたい。うん、膝向かい打っていった本田、ボディパンチ少し効いたか。はい、ボディパンチ効きました。少し本田が下がった。打撃ではやはり落ちか。残り時間10秒、右
大内が前に出る、左どんどん前に行く、最後は組みに行った。ダブルレッグのタックルは成功とはなりませんでした。ここで第1ラウンド終了。しかし激しい出血があるのはこちらオチです。いや、第1ラウンドの印象というのは神田さんどうでしたか？そうですね、あの本田選手取ったと思うんですけど、はい、全然オチ選手は気持ち折れてないので、うん、2ラウンド目全然巻き返す体力もあると思います、はい、ただ目の出血があるので視界に影響しないかどうかっていうところですね。そうですね、今激しい出血があります。ドクターも少し様子を見ながらということになります。オチ一方でホンダの方もこれオチの打撃、少しボディの打撃が効きましたか？はい、効いていました。少し嫌がったようなそんな素振りを見せましたホンダです。まあ、抽選会の時には自動的にこの残った2人のカードが組まれたということになりました。そして両者ともに自分で対戦相手を選べたなら選ばなかった相手だというふうにも話しています。元チームメイト同士の対戦です。ラウンド2、第2ラウンドが始まりました。黒と白のトランクスが落ち、そしてグレーのトランクスが本田です。左のインローを蹴っていったのが本田。そしてまだシングルレッグ、しっかりと切ろうという落ち、持ち上げた。ここから左手を外に回して持ち替えたい本田選手ですね。落ち選手はこのまま右に回ってバック取るか、はい、お抜け出した。そしてそこに膝を蹴り込んでいく。もう一度しっかりと切った。落ちが首を捉えています。そして今度は引き込んだ、首を捉えて落ち。本田選手は左手抜いて枕に、そうですね、この形にしてサイドポジションで押さえて、はい、素晴らしい対応でした。さあまた本田のペースになろうというところか、サイドポジションから上になっている本田です。警部の所属から一時地元の福岡に帰って、その時はフリーとなった本田亮介。警部では今戦っているオチとともにトレーニングしました。やはりオチ選手ストロー級でも戦っていた選手なので、はい、ちょっと体格差があるように見えますね、本田選手と。やはりそのあたりでは本田にアドバンテージがありそうですか？はい、四つの体勢、本田の右腕はオチの左脇に刺しています。そして足をかけてテイクダウン狙いに行く。呼吸を整えろというセコンドの指示が飛んでいます。蹴り上げ、うん、私でもケージ際ではこの体勢が多いですね。はい、まあ、押し込まれている方が印象悪いですね、はい、こういう場合は。そして離れました。残りは3分を切りました。第2ラウンド、左のフックを打ち込んでいったオチ、一方でボディへの打撃は本田です。右のハイキック、まあ、やはりオチが自らグラウンドに行くという展開はないですね。はい、どんどん詰めてパンチで相手を削って最後 KO したいっていうのが考えたと思います。はい、やや両者、まあ、どちらか分かりませんが息遣いが聞こえてきました。スタミナはどうか。5分3ラウンド、これが2ラウンド目です。少し飛び込んで左のフェイントを見せていったオチ、回り込んで体勢整える本田。オチ選手がもう常に真ん中をセンターを取って、はい、こう追い続けるので、ええ、休む暇がないですね本田選手は。ちょっと本田の方は口が開いてきて苦しそうにも見えます、左、はい、自分もそういう風に見えます。疲れてきてますが、削れてきてます。このプレッシャー、右のアッパーだ、強烈。このオチの筋肉の詰まった体型、そこから打ち込んでくる強烈な打撃です。今度は少しまた体勢が変わりました。左の脇に相手の首を抱えているのはオチ。出血は先ほどよりは収まってきているようですね。はい、また離れた。スタミナは大丈夫か本田、うん、やや下がり気味、
下がらされているようなそんな印象でしょうか。右右ストレート入りました。そうですね。ただ本田も自分の形、タックルに来てまた引き込んだ、首を捉えて落ち、残り1分で決め切ることができるか。いやこの体勢どうですか。いやまだ浅いかなと思います。本田選手は先ほどのように左の手を抜いて、はい、枕を取って、はい、ちゃんと対応できてますね。左手が今落ちの下になっています。はい、これ抜いちゃった方がいいと思いますけど、枕左の前腕を相手の首の下に敷いた方が、はい、そうですね、この形、この体勢ですね。残り30秒切りました。やや下から引き込む格好でこの体勢になりました。落ち本田選手も多分この展開はすごいギロチン取られたところから相当練習しているはずです、ね、ああそうですか。ちょっと顔表情を見ますと本田は苦しそう。残り時間は10秒ですが、やや印象としてはこのまま終わると落ちかというところ。ここで第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。いやなかなか今度第2ラウンドは本田の形になるところが少なかったようにも見えましたが、神田さんいかがですか。そうですね、やはりパンチで効かせていたシーンもあったので、第3ラウンドですね、第3ラウンドお互いのスタミナ大事になってきますね、はい、そうですね。今の本田の表情を見るとちょっとスタミナ後の5分どう響いてくるか心配ですね。はい、本田選手寝技、組の力だと、勝っているので、はい、やはりお互いやりたいことがもうはっきりした試合ですね、うん、落ち選手は打撃の展開に持っていきたい。そうですね、いいパンチもありましたね。第2ラウンドありましたね。出血は少し収まっているようですが腫れはあります。こちらが越智晴生、元ディープストロー級王者、そしてこちらは本田亮介。お互いに知った中、さあどちらが決着をつけるのか、どう決着がつくのか。右から左、やはり打撃でいった越智。今度はケージを背負う格好になったのは本田です。この形はこの試合では少ないですね。はい、諸差しの体勢は落ち、そうですね、落ち選手、はい、このようにして今みたいに、はい、あ離れました。そうですね、離れていいと思います。そしてこのラウンドもプレッシャーはじり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 と落ちがかけていきます。本田はあっと飛び込んでいったところ、テイクダウン。本田の有利な体勢になるか。いやうまく相手の飛び込んでいたところ今狙ってましたか。はい、また立ち上がりました。まずは最終ラウンド1分を経過しています。本田選手は両足タックルが右耳に、ついた状態でも左に耳についた状態でもどちらでも両方入れるので、はい、あ左右両方入れるのでそこはすごい強みだなと思います、こうかなり器用そうに見えますね、はい、ただ全身をやめない落ち、常に相手にプレッシャーをかけ続けていきます。左、やはりリーチでは本田に向かいますが飛び込んでいく。大内選手はここで先ほどのように差し返されて、はい、自分が押し込まれてしまう形になってしまうとまたテイクダウンされてしまうリスクがあるので、もう一回離れて離れ際に打ったりっていうのも考えてもいいかなと思います、これ離れました。そうそう、離れ際左を伸ばしていきました。お互いの息遣いが聞こえます。左のミドル、そしてそこからタックルに行きました。本田亮介、本田選手何回もトライするんですね、はい、自分が疲れていても何回もトライできるスタミナがあるので、ガッツもありますし、そこがいいところですね、はい、またタックルに行きました。ただ落ちもしっかりとケージ際そのタックル切っています。持ち上げろというセコンドの指示。
出し切るぞ。第3ラウンド半分を過ぎました。次に駒を進めるのはどちらか。元チームメイト対決。左の足首を取って、束ねて、はい、尻餅をつかせたいですね、本田選手は。今は左また立ち上がりました。はあはあという息遣い。残りは2分です。本田選手が何度もタックルにトライするので、はい、うん、オチ選手が守る時間増えてしまっている印象です。いや、そうですね。やはりオチは離れて戦いたいところ。いや、本田のこの粘りです。いや、この執念すごいですね。そうですね。3ラウンド入ってこれだけ疲れてるのに何回もトライできるのは本当にもう普段の練習量がしっかり確保できてないと無理です、うん、そして一方でオチは離れたいところだと思うんですが、そのオチに対して本田くらいついていく。またしても体勢を低くして、どうテイクダウンを奪うか、うん、離れるか、そして引き込むギロチンの体勢か。相手にぶら下がる格好になった。オチが下から攻めていく。いや、これは、うん、これはどうか。これはありえますね。なんとか振りを刺そうという本田。オチの深く入っていると思います、はい、残り時間は1分。決めきるのか。オチ、本田にぶら下がる。まだ耐える本田。さあ体勢低くなりました。そして首が抜けました。ややオチが決めきるかと思いましたが本田が耐えました。ただ今ので相当力使ったと思うので、はい、今本田選手のターンになってきてますね。あ、ピンチの後にチャンスあり。そうです、あの今ターンが入れ替わりましたね、はい、ピンチをしのいだので。さあ倒した、はい、オチ選手ちょっとあの消耗して、はい、さっきので消耗して腰が軽くなってますね。残り時間は20秒。本田がここからまた自分のペースに持っていくのか。残り時間は10秒。後ろになっている本田、オチのスタミナはどうか。腰落として向き倒る。そして打撃を加える。ラストスパート、ここで試合終了のゴングが鳴りました。いやー、本田の粘り、そしてオチの打撃力。第3ラウンド終了、試合は判定にもつれます。いやー、ただ試合が終わってからこうやって歩いて水を飲んでいる本田の姿、なんか意外と顔がすがすがしいというか疲れてない感じが。そうですね、意外でした。まだまだスタミナはある、できるぞという感じなんでしょうか。口は開いて肩で息はしていますが、表情はかなりひょうひょうとしています、はい、そして一方でこちらのオチも最後ギロチンぶら下がる格好になったときはこのまま行ってしまうかというようなそんな感じにも見えました、はい、しっかりしのぎましたね、本田選手はおそらく2ラウンドより3ラウンドルールの方が強い選手です。あ、なるほど、長い方がいいと、はい、ジャッジ植松29対28、赤本田、まずは本田、29対28、青落ち、分かれた、ジャッジ松本29対28、赤本田、ジャッジ田澤29対28、赤本田、ジャッジ内田29対28、赤本田、よってこの試合4対1をもちまして勝者判定4対1、本田凌介、勝ったのは赤コーナーの本田凌介ということになりました。そしてコールを聞いた瞬間にオチに抱きつきに行ったという本田凌介です。いやー、まあ、オチとしては少し複雑かもしれませんがいい光景ですね、はい、しっかりとこの本田の粘りがついたところでしょうか。ただ先輩のオチもいや打撃力素晴らしいものがありました。素晴らしいファイトを見せてくれました。ただ勝ったのは本田凌介、本当にスタミナ粘り強さというものがこの試合光りましたね、はい、あのグランプリで、何回も短期間で試合しないといけないってなると、はい、やはり怪我とかもできないのでこういうファイトスタイルは正直グランプリに向いてると思います。なるほど、まあ、これから戦っていくこのグランプリなんですがそういったところも重要なんですね。はい、
さあ声を聞きましょう。本田亮介です。福岡から来ました。ちょっと実力には自分で言うのはあれですけど自信はあります。なかなかチャンスがなくてタイトルとかこうライジン出てる選手とやる機会がなかったんですけどこうやってやると完封できるかなって思ってるんでこのトーナメントで暴れます。本田亮介です。よろしくお願いします。ありがとうございました。勝ちました。本田選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。いや神田選手自分で言うのもなんですが自信はあると言っていました。もう日頃の練習の成果だと思います、ね、なるほど。それでしかないです。そこで培った自信。さあこれから続いていくディープフライ級グランプリどうなっていくんでしょうか。本田亮介が2回戦に進出です。